ある意味この蝶ヶ岳の登山道のランドマークみたいな、ね、存在ですけど、こういう階段の急登が続きますね。素晴らしい眺望が開けてますね。はい、三ツ俣駐車場に来ています。今日はこれから蝶ヶ岳に登ります。では行ってきます。ここで蝶ヶ岳方面ですね。はい、左側になります。はい、時間ないですね。はい、ゴジラみたいな木ということで、はい、ご覧のように横から見るとですね、ゴジラみたいな形をしています。はい、石がちょうどあの歯の形のようにですね入っておりまして、はい、ある意味この蝶ヶ岳の登山道のランドマークみたいな、ね、存在ですけど、はい、もみうし平に到着しました。こういう階段の急登が続きますね。途中で階段がなくなるとちょっとほっとしますけど、はい、はい、第二ベンチに到着です。標高2350メートルですね。はい、蝶ヶ岳降ってもあと 1.7 キロ。はい、最終ベンチです。あと、蝶ヶ岳降ってまで 0.9 キロ。もうちょっとですね、標高2500メートルです。はい、大滝山との分岐ですね。はい、かなり視界が開けてきました。
はい、長安岳山頂に到着です。標高2677メートルです。素晴らしい眺望が開けてますね。今日は本当に天気が素晴らしいです。皆さん眺めのいいところでお昼ご飯を食べてますね。はい、私もちょっと休憩したいと思います。はい、それでは絶景を十分に堪能したので、これから下山したいと思います。去るのが惜しいっていう感じはありますね。登りもいいですけど、下りもね、すごく景色が良くて、今日は本当最高ですね。はい、三ツ俣大駐車場に戻ってきました。いや、今日は本当に素晴らしかったですね。天気がいいとあんなに眺望がいいんですね、あそこはね。なかなかやっぱりここまで天気がいい日はね、そうないと思うんですけど、今日は本当にあの絶景を堪能できましたね。1時間ぐらい山頂にいたんですけど、まあどっちかっていうとのんびりした方だったんですけど、それでもね、お昼過ぎに帰ってこられて、はい、とても満足参考だったんじゃないかなというふうに思います。